道の区記念館は山口県須訪大島町にある町立の博物館。戦艦道の区に関する遺物や遺品などが展示されている。戦艦道の区・戦艦道の区旧日本海軍の戦艦道の区が1943年6月8日に瀬戸内海西部に位置する旧東和町の沖、現在の記念館の沖合 3km で爆沈した。戦艦道のくは建造時、 世界最強の戦艦として41センチメートル手法を装備し、連合艦隊の機関としても活躍したが、戦局に寄与することはなかった。現在も爆ンの原因は謎とされているが、1970年から1978年にかけて、深田サルベージによって、戦隊の約75%が引き上げられ、多くの遺物、遺品、遺骨も引き上げられた。 その遺物の展示施設の建設構想が持ち上がり、東和町が事業主体として1972年11月、道の区記念館として完成。1994年に現在の場所に移転された。入口には監修り及び描写が置かれており、また記念館に向かって、右の丘には屋外展示物と共に慰霊碑が建てられている。丘からは、 道の区の沈んでいる海が一望できるようになっている。道の区記念館内部道の区記念館の入り口に置かれる、周イカリス大島町立道の区記念館設置条例。ありがとうございます。